はい松本さんはいいや大変なことになりましたよ緊急事態です緊急事態まで覚えてんだけど、うん、いつもその後なんだっけってなる緊急事態宣言 <laughs> <何>緊急事態宣言じゃないなのかなんか面白かったよね緊急事態宣言の準備入りを表明みたいなそうね いろいろ各所にこう先に言わなきゃいけないとかまあ確かに緊急事態宣言っていうのが出たらどうなるかっていうのは分かんないまま急に宣言されてもみたいなのはあるもんねあのロックダウンまではしないっていうのを見てさ、うん、もうロックダウンっていう言葉はもうこの世にあるんだってちょっと思ったねもうなんかそうだねロックダウンはないね ななんんかかできないんできいしょ日本の法律とそういえばそうだね、またなんか政治の話ってあれだけど、そのやっぱり、うん、俺としてはあんまりこう政治家が強制力を持ってない方がいいから、やっぱこういう時大変だけど、うん、あんまりこう、あれするな、これするなっていう時に、うん、自主制に任せてくれる方がいいから、まあ、やっぱこういう方がいいんじゃないかなと、そんな中ですね、先ほど、うんえー、ニュース速報でですね、はい、茨城県は7日、うん、新たに男女6人の。 新型コロナウイルスの感染を確認したということで、この男女6人という響きに、惜しいって思っちゃったっていう。人。お互いって思っちゃったっていう。そう、不謹慎ですけどね。あ僕の友人って言うと松本君と、ま、最近言うとスーパーサドダンゴマシンさんなんですけど、もうこの二人と話してると、何喋ってても不謹慎になるな今日なんかいろんなこと話したんですけど、やっぱの東京。はい。 あの、東京、東京ロックダウンっていうと、うん、ちょっと死ナリンゴの歌みたいだな、みたいなツイートがもってきて、うん。大阪ロックダウンっていうと、うん、ちょっと屋敷高人だな、みたいな話を。ほう、見たいって感じだね。したから、うん。新潟ロックダウンって言うと、なんかちょっと笹南んさんの新しい必殺技見てたな、みたいな話をしてたんだけど。でも <laughs>、はい、<laughs> これは不謹慎だからダメだと。なるほどね。とはね、やっぱその内々にこう言ってね。うん、あの、亡くなってる方もいますからね。うん いや、そうなんだよね。結局。そこなんだけど、でもやっぱりね、311思い出す、俺は。あの、自粛自粛の時に、あれ何のソフトだ ?LINE がまだ対等する直前の、紫色のアプリ。バ Viber だっけ ?Viber だっけそうそうそう。v i v r みたいな。あれでくだらないこと。あの時はまださ、なんかなんだあれ。あの、ボイ、えっと、ャックス電が残せるみたいな。ただ、その、メッセージの代わりに、まだまぁ、LINE でも多分あるよね。マイクを押して、 結構中国の人が WeChat でやってる声を録音して相手に送るっていうあれでずっとね二人で何とか何とかどうぞって言いながら「もしもしも前っていうのを送ったりやってましたねしてたねやっぱりさ途中でモノマネ大会になってたんだよあれ探せばね iPhone の 3G ぐらい残ってると思うんだよなどうですかこの状況結局まあ結局元気な我々は笑って っていくしかないと思うんですよ。最低限気をつけながらね。もちろん、そうそうそう。そのうん、うん、別にである最大限の注意はしますよ。それは、うん、大人ですから。ね、最大限の注意をした上で大人しくしてなきゃいけないっていうのは別にそんなわけはないじゃん。 まあだからその四方八方人がいないところっていうのはさ正直あってさ、うん、あてかでもまあ一個思うのはやっぱり今コーラを開けた音です 2>,、うん、2月の末ぐらいとか3月ぐらいに俺が言っていたことはちょっとあんまり合ってなかったなと思って、うん、やっぱりしっかり抑え込まないと終わんねえんだなと思ったから、うん、ああそうだねなんかちょっと要はやっぱりこうなんつうの みんなパニックになってんじゃねえかって思ってたけど、うん、それはなんかちょっと違ったなと今では思ってはいるんだけど、ただね、まあ僕車を持ってますよ。なかなか東京でね、車を持つっていうのは大変だと思いますけど、うん、ありがたいことに僕は車を持つ生活をしてるんで、うん、ちょこちょこっとね、昨日もね、うん、あのー、お台場に行ったんですよ。気分転換に。うん、で、もうその、買い物とかもせずに、うん、ちょっと、 外の空気そうと思ってただでさえ俺外出ないからさ、うん、でお台場に行って、うん、ダイバーシティの駐車場止めて、はい、で砂浜の方までちょっと歩こうと思って一人でね行、うん、っ,ったんだけど、うん、マジで人いねのねホンに人いなくてだこの辺のスタジオとか秋葉原とかこの辺の周りより人が全然やっぱいないから。うんうんうん あのー、まあその、お台場ってイメージ的に不要不急の代名詞みたいな場所だからね、うん、それで、まあ、お店もちょっとやってたりやってなかったりで、ショッピングモールはやってるけど、中のお店は閉まってるみたいな感じで、要はだから2メートルも何も探しても人がいないぐらいの感じだったから、うん、まあそこで結構天気も良かったから、うん、砂浜の方行ったら、砂浜の方はね、なんか選手村作る予定だったのか、なんか分かんないけど、封鎖されてて入れなかったんだけど、なるほどね。割とリフレッシュはできて。うんうんうん まあ大事なのはやっぱり人とあんまりこう関わらないことじゃないですか言ってみたらなんか1日10人会う人が2人ぐらいまでに抑え込むとなんか減るみたいなの見たんだけど、うん、そもそも俺1日で会う人数が1人とか2人とかのところがほぼゼロだからみんなも人いないとこ探して歩くのは別にいいんじゃないかなまあそれを行く途中でねなんか満員電車とか乗っちゃうとあんまりあれだけど外いいっすよ外 <laughs> 本当にいや俺も あの代々木公園とかさ近いからさ、うん、で今やもう竹下通りも人がいないからいないねもう本当に土曜の昼に速度を緩めずに歩けた竹下通り。り 写真上げてたけど、俺前日上げてたの知ってるあ、知ら夕方の6時だら。あ、来てたっぽいよね。うちの近くね。俺の事務所。事務所近くね。俺の事務所の近くにおめえが越してきた後から来たみたいに言うんじゃないのなんか、来てたみたいね。あの、オキテポルシェさんのね、対談のあれがあって、いずれメディアは告知しますけど、それの帰りにさ、普段だったら絶対俺避けるわけ。多少歩いてでも、あの、あっちの方よ、ラーメン屋。なんだっけ俺が好きなラーメン屋。 天地天地じゃなくて天一も好きだけど、ゆずしようがあるラーメン屋なんだけど。アフリアフリ。アフリの側から俺帰るのよ。はいはい。駆けた通り、本当に嫌だから。うん。人が多いとき。で、チラッと覗いたらさ、うん。それ、まあ、ちょっと後でリツイートするけど、ちょっと見てこれ。えっとね。いや、松本君が撮ってた写真も相当インパクトあったけど、うん。これが金曜日の夕方6時ですよ。 放課後ですよもう、うん、女子中高生がいいっぱいの、うん、これぐらい人いなかったから、うん、だからまあなんかやったら家から一歩も出るなみたいな感じになってるけど、うん、変な話近所のコンビニで買い物するより人いないとこ散歩する方が安全ね、うん、あまあそうかもね、うん、だからみんな、うん、あの俺はだから逆に言うと言いつけは守ってる方だと自分では思ってるから、うん、その分その自分の頭で考えて大丈夫なところには行った方がいいんじゃないかなそうなんかこう イメージ的にさ、うん、もう何でもかんでもやるのはダメみたいなイメージを持ってしまうけれどそういうことでもないっていう感じはやっぱりなんか、うん、あの酒井さんとかにも聞くとね、うん、新潟の方とか、うん、新潟以外の人からも聞いたんだけど、うん、やっぱ地方は全然ノリが違うね。あそう東京 やばいらしいねみたいな感じで、あ<ー>マスクしてる人もあんまいないし、うん、むしろその東京から来る人のことを警戒するみたいな感じみたい。んうん東京からなんか。 帰省してきたやついるけど、くんな、みたいな。あの、あそこの地男坊が、みたいな感じで、うん、東京から帰ってきたの上、人の、まあ、だから東京実際帰んない方がいいらしいけどね、今ね、あんまりしない方がいい。いやまあ、移動なんかしない方がいいでしょ、本当だから、あれなんだけど、うん、そういう感じだいぶノリが違うっていうのと、やっぱ夜の街は普通に営業してたりとか、普通だから、もちろん人数も状況も東京が深刻だけど、うん、時間差で地方も舐めてると大変だからね。そうね。これ聞いてる東京以外の人、個人レベルででも、 うん、なんかさ名古屋がさ、うん、今回もその緊急事態宣言のあれに入ってないんだよねうんまあそもそも俺そのあ好きなとこ選べるんだと思ったらまず首相が<あ> <その S 1> 緊急事態とするところそここことこことここって選べるんだってまず知らなかったからで,<す>でそまあ俺もそれのねそのマイケル <laughs> マイケル感覚でそんな選べるんだと思ってプリフェクチャーをねそしたらうん あの、名古屋は入ってないんですよ。らしいね、うん。で、名古屋入ってないから、うん、もうその、名古屋が入らないっていう情報を得た時点で、うん、ホストとかが退去して名古屋には移ってなってね。ああ、そうらしいね。名古屋のなんとか店とかに行くわけでしょ。うんう,んうんうん。そしたらな、やっぱそのホストのお客さんっていうのはさ、夜の街で働いてる女の人も多いからさ、うんまあ、キャバ嬢なり風俗嬢の人も、じゃあ名古屋行くよね。うん、名古屋のお店に行って、その出稼ぎみたいに在籍するでしょ。うん、そしたらも名古屋、大変なことなんじゃないのこのまま。 そうだよ、だから、お水大集合大、大洪水。ね、うん、名古屋にお水大集合だから。そう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 。本当気をつけてほしいよなお水博覧会が名で。名古屋だって統計で見てもさ、うん、40代の男の人と20代の女性が、うん、特徴で見ると性別別で言うと突出してるらしくて。うん、あ、そうなんだ。もうそれってそういうことじゃない <laughs> ?40 代の男性、うん、20代の女性。 何かしらの接触が持ってるから感染が増えてるとしか思えなくてさ我々も40代ですから松本君気をつけてくださいね本当に <laughs> そういう意味では、まあ、僕なんかホントにさっきもちょっと放送前も話したも本当にもう濃厚接触ゼロ人間ですから今ちょっと松本さんにもね気をつけていただいてはいはいはいそれはもうねそうですよね明日からどうなんだろうねまあ、ちょっととりあえず始めるか、はい、始めましょう <laughs> はい。というわけで始まりました。オーディオギャラクシーをお送りしますのは、ラムライダーと、松本です。この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。はい。本日のメールテーマは、こちらになります。私の未来予測2020ということで、うんえー、私の未来予測2020ちょっとわかりづらいですかつまりあの、自分は将来こうなりたいとかそういう話ではなく、うん、このコロナ、 のことがあったことなどもあり、はい、今年の後半はこうなるんじゃないかとか、あるいは来年以降もこういうものが流行るんじゃないかとか。いわゆるまあ、レイブが来ますみたいな、そういう感じのことですよね。そう,そ,うそ,うそう、あと宗教がすごいことになるとかね。なんかそういうのをみんなで独自解釈でやってですね、えなんて言うんですかビジネスチャンスって言うんですかうん,うんうんうん。あの、やっぱりこの、 あん時あれやっておけばすげえ儲かったのになーの、あん時が今と思ってたよね。さっきもさ、う子、ん、母玲子からさ、もうそのマスク、中、か台湾で仕入れられるさ、<laughs> あの、あレじゃャのおばちゃんの,あの紫外線のマスクみたいなやつの、<laughs> あれの透明版みたいなあれいなダフトパンクみたいなやつね。そうそうあれが大体今この、 あっといくらでこう、仕入れられそうだと。はい。ちょっと調べてくれ。それ日本ではいくらぐらいで売ってんのかとか、うんうん、調べてくれって言われて、うん、あいつはなんか輸入する気満々ですよ、そういうなんか。 んつうのね工業用マスクとかさ。はいはいはい。作業ができるためのやつとかもやっていから、まあそういう、そういうババアもいますので、日本人はね。そういうババアに負けないようにですね、皆さんにも未来予測をしていただいて、我々の今後に役立てようと。そうだね。俺もさ、思ったより、やっぱあの、マスクとかさ、売り切れてたりすんのね。そうなんだよ。と思って。いや、だからなんか、 そうだね、めちゃめちゃ持ってるババアとかいるよ多分あいろいろんかホ、まあ、本当か嘘か分かんないけど t w、うん、ツイッターかななんかで見たのはなんかどっかでおばさん同士が話してて。うん そのいや,やっと何箱たまったのよみたいなそって,ってう、ね、そのポケモン感覚でマス <laughs>、ね、<laughs> やってるみたいなのはだからさあのババアどもはさ当、うん、さその独り占めしたいっていうよりさ分けたいんじゃない人にその自分が発信で、うん、ご近所とかねそうそうそうこれどうぞみたいなさもうその行為をプリマンと一緒でしょだから俺これ,これ持ってるんで、うん、余ったからあげるよそうそうそうだからそのマウントの材料というかさ、うん したいんだと思うんだよだよからその人にお裾分けっていう行為自体がもうすでに醜にいということを周知させたいね、うん、もう人に分けるほど持ってる時点でお前は間違ってると要 <laughs>、うんね、な分だけねそうそうそう、うん、あの僕がね、うん、LINE でよく分かんない返還でもらったっていうツイートしたんですけど、はい、イタリアではやっぱりそのなんつうの買い占めというか、はい いっぱい買いだめしとこうと思ってスーパー集まった人の行列からいっぱい感染が拡大したという話もあるらしいんでね、うん、やっぱそのスーパーだっていろいろ買うのは大丈夫みんながゆっくり買えば全部あるわけだから買いだめやめましょうということでね,そ,うだねえそんな中でございますが一曲聴いていただきましょう今日もちょっといろいろ撮影やってまして、はい、えいい感じで進んでるのでさっきちょっとあのその素材をね、うん、素材を動画上げてみたんですけど、はい、そういうミュージックビデオになるわけじゃなくてうん 映像の中で使う、さらにその中の VJ 素材みたいなやつアップしてみたんですが。はい。えー、こちらもュミュージックビデオ制作進めてますので、ぜひ聴いてください。ラムライダー、レディオボーイ。ーー眠れない。はいはいはい。というわけで、聴いていただいておりますのは、はい、ラムライダー、えー、一番とこ最新曲になってます。レディオボーイでございます。はい。ぜひ買って聴いていただけるといいな仕事全部飛んだわ。うん 今月はもうエイジデラックス、今月とかもうこの先6月までエイジデラックスしかないですね。うん、そうですか。あ,あ、まぁ安いフェスがあるけどどうなんだろうね。まああ、そっとまどうだろうね。規模縮小とか配信とかになるのか、あるいはこっからみんなが真面目に。 その自宅でこもってね1か月とか2か月で収束すればえっ、うん、とあれは6月だっけやついフェスはね6月の2週目の週末とかぐらいかな 2>,、ね、2週目か3週目ぐらいの個人で企画してたやつも、うん、一旦白紙になったし、うん、延期って言われたやつがやっぱりすいません中止1回中止じゃないとみたいなのもあったしなんとかみんなと生きていかないとな今、うん、どうなんだろうなそのなんかどうなってんだみんなは 仕事はなんかうちのスタッフの人もみんなそれぞれなんか大変そうだよねそうだね、うん、落合ぐらいかあんまりそのこう直接影響って感じじゃないとかやっぱその逆に言うと落合君のお仕事は割とその医療に近いところの職場だからさ、うん、自粛とかとは真逆のところだけど例えば木村とかもやっぱりなんか「そうだ俺アーバンリサーチの連載も一回ちょっと更新ストップ」って言われてるんだスタッフがあれだから。 生活と映画も一回ちょっと更新ストップして下さいって、うん、今新しいの書いてたんだけどそれもアップロードできないってなってただその会社でいろいろ作業してるんじゃないか受け取り側はねとかもあるし。 新津君もなんか明日からやっぱその宣言を受けて、うん、えっと全部がリモートになるのかなリモートになるのかリモートだよな多分ね、うん、なるから、うん、今日はだからもうその持ち帰るやつでちょっと忙しいですみたいなところで松本君のとこもちょっと休みだもんねそうだねだからどうなることやらだな僕は相変わらずここで色々こう映像作ったり音楽作ったりやってますけどね今のとこねちょっとただ影響はどうなるか分かんない さあということで今週どうでしたこの1週間はこの1週間俺何してたかなんかさ、うん、意外となんかずっと、まあ、家にいたり、うん、あの散歩をしたり、はい、本当に老人の老後みたいな感じだけど <laughs> まあのんびりしてて本当にストレスがないそれもこれも会社が給料を保証してくれるっていうのはもちろんあった上での、うん、うんうん のんびりしててられるっていうのはあるんですけど、うん、うーんなんか言っちゃ悪いけど、うん、本当にストレスがない、うん、ストレスはないけどなんかこうやっぱり社会全体の雰囲気的なやっぱり堂々とは外に出ちゃいけないみたいなそう、ね、ちょっとした後ろめたさみたいなものは、うん、やっぱりどうしても少し感じるところはあるんで。うん でまあ、飲食店とかはさ、うん、やっぱりその自粛要請はあるけど、うん、あの人たち何にも保証されてないからそうだ、ね、閉めちゃったら潰れる人たちもきっと多いしまあそれにただ客少ねえしな,なんか経営判断もあるよねそうこんだけ少なかったらやってもしょうがねえだろうどうせのたれ死ぬならみたいなところもあると思うんだよねうんでもっとと言うとその先の先 えっとこれ今日なんかフェイスブックでえっと前に行ったことのあるお店の人が書いてたけど市場は動いてるから市場まあいわゆる市場は動いてるからああいうところが動いてる限りは自分もまあ結局その仕入れる元仕入れ元の人たちの生活もあるわけでそうなんだよっていうところもあったり。 するので、まあ、もちろん今営業してる人たちはめっちゃ気をつけてやってるだろうから、うん、だからめちゃめちゃうん、映らないように料理を作って提供するし、うん、めちゃめちゃ映らないように気をつけて食うとかっていうのも、まあ、選択肢の中にやっぱ入れていかないと難しいよな 1>,、うん、1ヶ月や2ヶ月じゃ収束はしないと思ってるし、うんそうね、1>, 1ヶ月2ヶ月閉まってたら潰れる店バカバカ出てくると思うしそれで潰れてほしくないお店っていうのもたくさんあるから。 ぶれって俺はさい最近もう一個考えてるのは、うん、あのとにかくその個人の人たちねそれぞれ働いてる人とかもオーナーも含めてが、うん、そのなんだろうな、まあ、借金を負わずに済むといいなとまず思っていて、うん、で要,は要はこういう時って多分そ牛島君みたいな人がいろいろ差し伸べたりするんじゃないか手をやっぱりそのお金困ってるってなると俺本当さ、うん その貧すればどんするって言うじゃないですかお金がなくなると考えもやっぱりちょっといい考えが思いつかなくなるというか、うん、愚かな行為を取ったり、うん、俺は本当にその落合がね、うん、今は最近仕事もしていて原稿料とかもあっていろいろちゃんとやってるけど一番金がない時あいつが、うん、やっぱその電子レンジとか売っちゃうんですよ。 <laughs> 電子レンジを売ると、もうノンフィクションみたいなもんな。<laughs> 電子レンジ売ると、うん、やっぱ余計金かかるわけ。飯の生活とか。もちろん、その、冷蔵も冷凍もできないし、うん、変な話、ちょっとした外食より冷凍食品の方が安かったりするじゃないですか。うんうん、松本くんもなんかよく冷凍で乗り切ったりしてる時期あったもの、まあ、好きなのもあるけど、あるから、だからやっぱ、うん、どんなに困っても、うん、まあ、やっぱ電子レンジって売っちゃダメなんですよ。 そうねうん、あと携帯電話もそうじゃない、携帯電話もさ、うん、やっぱその毎月の通信料かかるの分かるけど、うん、携帯を持ってないことで、うん、めちゃめちゃ不利益を被るように、もう社会ができてるじゃないですか、だからそういうのもあるから、うんうん、なんかお店同士を潰しちゃだめってなって、変なところからお金借りちゃうっていうのが一番なんか俺は心配だなと思って、正直す、あもちろんね、政府がちゃんと保証するべきだと思うけど、うん、そうなるぐらいなら、うん 潰れたってそのレシピとか料理のノウハウとかは頭にあるわけだから、うん、もう一回潰しちゃって、うん、もう一回新しいおなじみ名前の店でも何でもわかんないけど、うん、やるとかの方が変なところからお金借りるよりはいいんじゃないかなと思ってるだからどっかで諦める人も出てくるんだろうななるほどねライブハウスにしても何にしてもさなんかそういうふうにしてやんないとここまでその保証っていうことが出てこないと思わなかったから俺は。 <laughs> 30万もさ全然俺もらえないよあれ <laughs> 全く引っかかんない <laughs> なんか収入めちゃめちゃ減ってるけど詳しくは見てないけどやっぱり難しそうだよね、うん、だって月の給料がそもそも8万ぐらいの人だ対象じゃないあれ多分扶養に入らないようにギリギリで給料もらってる人の金額だもん月8万って、うん はなんかいろいろね分かんないところであるんでしょうけどさそうそうそう,そうああ俺バズったね俺またねミスター3万 RT がまた久々に3万マスクをあったなましたねあ,<ー>あのマスクのことなんて一言も書いてないのにみんながマスクの話をした、うん、でするっていうありましたけどだからマスクもさ、うん、マスク2枚送るったったら布のマスクをね <laughs>、うん、<laughs> まあ図工って感じじゃないですか、うん あれもなんかさマスクの対策チームかなんかのとかフェイスブックでさちょっと誤解してる人が多いようなのでみたいなことであのマスク2枚配る本当の意義とはみたいなさ長い文章を書いてたのでなんか政府を支持する人たちはさこういうことなんだぞお前たちみたいな感じでそれをリツイートしてんだけどそれが本当くそしょうもない理屈でさそれ読んでも何の納得もできないっていうか「え何バカなのバカな人いっぱいいるの?」みたいなそのんか偉い人に。 うん、そうなんだよ、ね。だ心理的な効果も期待してみたいなさ、<laughs> いいよそんな心理的な効果とか、俺たちちゃんとやるからみたいな。<laughs> 今は実利でしょっていうのもあるけど、まあ、まあなんか、不思議だよね。相手がウイルスだからね、怒りの持って行き場所がないのは分かる時なね。うん、他の国を見たり、うん、まあ自分の国の状況を見たり、うん、まあいろんな、 状況もやっぱそれぞれ違うしもともとの法律だったり成り立ちも違うんで、うん、一概には言えないと思うけど、うん、やっぱなんかもともとあんまり信頼してないみたいなのもあってさ今までの流れがあんまよくないからさここいやそうだよここ数年のそのやっぱりつけが全部来てるんじゃないそういろいろだからこう本当はいいことをやってるのかもしれないんだけど、うん 全部うがった見方をされてしまったりとか、うん、いや本当に駄目なのかもしれないからわかんないんだけど、うん、もある気もするし実,実際今のところまあ公式発表では増え方は今伸びているけど、うんうん、ま他の大きな国に比べるとそこまででもなかったり死者も少なかったりするし。そかね、やっぱだからその感染を 抑えるっていうところでは、ここに来ては、多分、まあ、日本人の性格もあって、多少ブレーキはかかってんのかなって気はするけど、ブレーキをかけたことで、別のね、それこそみんな言ってますけ自殺とかさ、うん、 なんかそうだねもう本当にやっぱり何が正しいのかいまだに分からんうんだな、ま、分からんからもうそういうさっきみたいなお水大集合みたいなこと言って <laughs> だ、ね、うんニタニタしてるしかないいや,いや、まあ、まあそこはバランスでどっちかばっかりじゃさ分かなことばっかり言ってもあれだし、うん、思ったことは言うのもあれだけどでマスクは今アリエキスプレスで2週間待てば買えるぜ んかそうそこみんなもっと分かってほしいけど発想がどれぐらいうんなんか一応俺エイジデラックス用に持ってた在庫がまだ50枚ぐらいあるしで、まあ、例えばじゃあ大好きなアリエクスプレスでどういうの乗ってるんだろうと思ったら、うんまあ、普通のいわゆるマスクが。うん 売っててまあ2週間待てば届くっぽいから、うん、だからみんなもこれを機にね <laughs> アリエキスプレスのアカウントまず作る試しにどんなもんか注文してみようと思って、うん、でよかったら継続して買えるように、うん、一応アリエキスプレスの届く日数分ぐらい 20, うん、うん、20枚セットを買ってああそうですね「エジ・デラックス」もそうだどうしようね「エジ・デラックス」そうまあこのままいったら多分また配信で開催って感じになると思うんですけど そうやってマスクを見てたら、うん、アリエクスプレス見てると欲しいもんいっぱい出てきちゃう,のでうんでまたその今アリエクスプレスの配送待ちリストが123、うん、12個になりましたねーピークの時の仕事いっぱいしてて逃げ出した時の俺みたいになってる <laughs> 俺今ちょっとねやっと作業が落ち着いてきて昨日例えば仕上げが1曲あって昨日か人のアーティストのやつ終わってこれで今だいぶだな だけど、安倍さんもさ、もともと自民党ってさ、大体2期までって決まってるんですよ、首相をやるのがね、党の規則で、2期までってなってたのを、党のルールをある程度変えて、3期までできるようにしたんですよね、前に。それ、なんでかっていうと、やっぱり東京でオリンピックやるときに、安倍さん、首相でいたかったんだけど、2期までだとできないんですよ。なるほどね まあそれは予想ね、みんな。だけどそれ等則を変えて3期できるようにして、安倍さん今歴代で最長の首相やってんだけど、それで東京オリンピックのさ、首相やりたくてさ、こうなってんだったらさ、ちょっとざまみろって思ってうよねやっぱね、やっぱ欲をかくとこうなるのかなっていう気は個人的にやすけど、なんもいいことねえじゃん、今年。オリンピックつさつさでさ、コロナ来てさ、いや、だからなんかもう。災害も多いしね、最近ね。うまあやめたいだろうな。 本人だ多分今はやってたくないだろうね本当はなんか オリンピック、なんやかんや成功して、優秀の美を飾るみたいな感じで。うん、そう、だから本当、に昨日思い出しちゃってさ、あの土管から出てきた安倍さんの笑顔をさ、うん、<laughs> 4年前のブラジルの最後でさ、そ <laughs> んなはずじゃなかったそ <laughs> んなはずじゃなかった土管の中に入ってた時は。<laughs> そうそう。土管の中に潜んでる時はさ、タイミングを待ってる時はさ、<laughs> <ん>首相今ですって出てきた時は、こんなことになってると思わなかったから、<laughs> う<ん>そうねだ。まあ、ほら、やっぱり、どういう性格かってさ、わからないじゃん、うん、俺たちには。普段どうような喋り方して。だから俺はな、 なんかいろんな記事を最近また読んでるとやっぱり安倍さんはもっともしかしたらお金を配りたいのかもしれないけれどもう財務省の人たちがダメですって言ってるからできないのかなとかさそう、ね、いろんな見方をしちゃうなだからまあ安倍憎しっていう人もいるだろうし俺はちょっと頼りないリーダーだなぐらいだけど、うん、ひょっとしたらその安倍さんをどうしても担ぎたい人が勝手に三期にしましょうって言ってたかもしれないしだか,らなんか本当に超強欲でそうしてたのかもしれないし、うん、だけど映像を見てるとね、うん もうどこまで本人がやりたいのか分からないなっていう感じで、ね、なかなかいい方向にねいいえだから安倍さん支持してる人は俺はあんまり考え合わないなと思いつつやっぱり「タイムライン見ててもずっと安倍さんの批判をしてる人もんなんか俺も気持ちは分かるけどもうちょっと奥行きのある見方をこうみんなでしようぜという気はするねそう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 なんかねうん考えその安倍さんが本当はこうだったら面白いみたいなそうね 大ね阿部さん辞めたらさすげえテレビいっぱい出ていっぱい喋ってほしいダウンタウンなのとかに出ていやマジであん時そうそうそう俺そのノリで喋ってほしいんだよねもうそのやっぱり守るものがない状態で自由に話したらやっぱこれだけ長い期間やってたらさ結構さ鉄板の話とかありそうじゃない2回がそん時さ絶対こんなの3期もやりたくないっすよわかるっしょみたいな 麻生さんがすげえ言ってくるんですよみたいな話をなんかその人気が終わったらね <laughs> まあこれが無事収束してさ明恵もほんとことしも <laughs> きたいな <laughs> まあきえとかなんかも呼べるからねもう隠しゲストみたいな感じで散々しん喋らした後に出てくるとかねうんっ、うん、ていうだからんか安倍さんの,その人間としてのそのなまあブッシュみたいなもんだなやっぱりなんか、うん、そういうところがなんかこうっていうのは思うけどね,ね曲入れた 入れ,入れた,ったこっちで反映されて相反映されても、はい、じゃあ2曲目いってちょっとなんかねほか、ま、の話しましょうじゃあ2曲目ですね、はいえー、フフィィロソフィーのダンスではい聞いていただきましたのは「フィロソフィーのダンス」で「アイム・アフター・タイム」の「パソコン・楽ク・ラブ・リミックス」でしたかっこいいねうんあのー、さっきさはい 松本ののツイートを見てさ、うん、放送の俺今日いろいろ撮影、ね、さっきちょっとアップしたそのラジオボーイの撮影をやりつつ、うん、その先週も言ったっけなとにかくこの外に出れない期間で、うん、テンションで買った機材とかの使い方をきっちり全部一個ずつ覚えようと思って、はい、そのここでこのレールのね、うん あなんつうんだこの自動で動く撮影用のレールをこうさ、うん、作ってたわけ組み立ててたんだけど、うん、それやりながらいろいろ YouTube とかを見てて、うん、松本君のツイート見て、うん、すぐにその東野の幻ラジオの最新回を聴きに行ったんだけど <laughs>、うん、今週すごかったねあれはね <laughs> <laughs> すごいよねあれねちなみにマネージャーの大椋君もさっきまでスタジオにいて、うん、一緒に来てたんだけど、うん 二人で、ま、このラジオ聞き、あの、聞いてください。別に YouTube で聞けるんでね、幻ラジオ。で、二十一回だけ聞いても大丈夫だから。うんだけど、あの、俺たち、あの、内容面白かったもんだけど、途中で、これもしかして、しんすけなんじゃねっていう話をしてたぐらい、うん。あの、面白かった、内容が。うんうんうん。あすごいね。いや面白かった。ちょっと笑っちゃった。幻ラジオ面白いよな面白い。正直別にさ、東野さんはさ、ま、なんか、一応なんか、 YouTube でねラジオやってるんですけど、うん、自分の、うん、あのー、なんかラジオのお声がかからないから、うん、あそこで始めたって言ってるんだけど、うん、もう正直これきっかけに別に TBS ラジオとか、うん、MBS でもなんでもいいけど、うん、あの声がかかって、うん、その地上波のラジオやってほしいとか全然思わないんだよね幻ラジオのまま、うん、もうそのなんだあれ手下となんだっけディレクター 手下が妹一緒で娘 D 娘 D のままでずっとやってほしいラスボスと一緒に確かにねっていう感じだからちょっと面白かったな東野さんのラジオおすすめなんでねぜひ聴いていただけるといいなそんなとこですかね関係ない話あれ冷たい熱帯魚見たわあれんか今まで見たことなかったのが意外だったわずっと見よう見ようと思っててネットのリスにあったじゃんあるねあるあるそれでマイリストには入れてたんだけど なんか俺その1時間のドラマだったら割と気軽に見始められるんだけど、うん、映画がなかなかいけなくてそ,な、ね、それは映画館ではいいけど家だとってことそうなんか集中力の問題かねそうそう多分なんか1時間か2時間かっていうのと、うん、ざっくり途中でやめれない気がして映画を作るよね作りが違うもん、ね、そうドラマとはでなんかこう なかなか見れてないんだけどさすがに今すごく時間があるんで、うん、映画とかを結構見始めていてうん、うん、でやっと冷たい熱帯魚を。 今まで見てなかったのが意外なぐらいわ。なんかこのラジオでも俺んか時々例えて出しちゃってるかもしれないそうそうそうだからその時に曖昧な笑い方してたと思うねなるほどそれは失礼しましたうんそうそれでちょうどその冷たい熱帯魚を見た翌日にブラジルの大統領かなかがロックダウン拒否みたいなどうせ人はいつか死ぬみたいななるほどね同じような思想だからねそう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 っうなあの最初に しゃもとに切れる時に同じこと言うじゃん言うね言うもんね言うそのセリフが被ってちょっと面白かったないやもうさでんでんっていう俳優さんは本当にさコマーシャルとかでもさ家族の何かで出てきたらもうんか気のいいおじちゃんとかおじちゃんとかばっかりだったのにもうすごいよねそれが全部振りになっててあの役だからね あの感じ、あ、もう久しぶり見たくなってきた。<laughs> なんだっけ、東電オイルがモデルのやつ、同じ。えっと、あるね。えっと、あの人が出てるやつ、水野美紀さん、水野真紀さん、いつもかな水野美紀か、が主演だったと思うけど、うん、あの小島、小島だよの小島が出てくるんだけど、あの辺の頃のそのシオンは本当に全部面白かったなちょっとまあ秘密とかは、うん、そのシオンが強すぎて、うん,う,んうん。冷たい熱帯魚もやっぱ、 そのしんだなだって思うとこあったけどあいやでも,もうやっぱ俺やっぱ冷たいネタが一番好きだねバランスでて感じがこれぐらいのあんばいう感じがだそう時かもね,ねいやそうですかそうですか、うん、あっち見たくなってきた気ぃしたら「うん、あのデン,デンいいんだよな」やっぱすげえグロいっていうのを聞いてたから、うんうん、どんぐらいなんだろうなと思って見てたんだけど、うんうん、まあ俺やっぱ「ウォーキングデッド」見てるからまあね<う>でもあの風呂場のシーンはいいよやっぱり。 やっぱねあれウォーキングデッドなかったらちょっとしんどかったかもしれないけどあの免疫があるというかそう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 ウォーキングデッド見てるんで何とも思わなかったっていやあらかったなぜひみんな見たことない人はねまあちょっと黒いの苦手って人あれだけどそうだねだけどグロすぎて笑っちゃうぐらいのとこまでもまあいってるからそうだねやっぱなんかその塩んだなっていういいよもうホントあの何なんだあれあのんか 会社の奥の事務所みたいなところでもう一人呼んで話し合って殺しちゃうシーンとかさ最高なんだよなんかちょい早くっつって天然がねさあメルテンも行きますかんかあったかなこのそれでんか元になった事件のウィキペディアを見て愛犬化殺人事件ね 犯人だった人はブリーダーとしては本当に腕が良かったみたいなのやった面白かったもともとあった事件はペットショップかなんかが舞台になっていてブリーダーがいろいろ悪いことするんだけどそれを熱帯魚に変えてんだよね魚屋さんに変えてんだよねぜひ見てみてくださいそう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 さあいや答えできますかねじゃあそのとおりねさあ今週のメールテーマは何でしたでしょうかはい えー、今週のメールテーマは、うん、私の未来予測2020でございますはい、はい、るかなはいいただいておりますよ、はい、お願いします、えー、目指せ江口久志さん、うん、練馬区 私の未来予測2020は、やたらとムキムキした人やピチピチした人が増えるです。うん、最近コロナの影響でジムに行けないからか、ジョギングしている人を多く見かけますね。うん、緊急事態宣言を受けてそういう人がもっと増えるんじゃないでしょうか。うん、私の勤務先も2週間ほど休業することになり、思いついた時間の使い方が体を鍛えるでした。うん、ビリーズブートキャンプまたやろうかな。 あ俺でも逆にやっぱりこうもやしっこが増えるんじゃないかというか、うん、肥満とかの方が心配だけどねやっぱあのー、今ほら Zoom 使ってさ、うん、そのなんだオンライン飲み会みたいな感じのもやる人が増えてるけど、うん、あれほんとさまあ僕は CUCMe っていうね、はい、その96年ぐらいにあったんですよもうそのスカイプのもう。うん 元祖みたいなしかもウェブカメラをちゃんと使ってまた白黒だったんですけど当時はでみんなで毎日 CUCME っていうチャットに集まって飲んだりしてたんですけどやっぱすぐ後ろにベッドがあって酔いつぶれるまで飲めるっていうのがあってねしかもああいうオンラインチャットで毎日やるから僕らもグリーンチャットで毎日集まってましたけどあれ本当ねお酒飲みすぎちゃうから怖えなっていうのとあとやっぱ外出ないから 割と普通にみんんななの健康が心配なんだよねどうなんだろうそんなみんなそんなにその江口笹さんみたいに鍛えようって前向きに思うのかなどうなんだろうねでも俺も、うん、なんかさ、うん、いつも会社に通って、うん、で会社の昼休みで行くお店って、うんうん、なんとなくこう限られてるからその中で選ぶうん だけど表参道近辺のそうするとな,な,んかまあなんとなく入ったお店のランチって、うん、まあサラダがついてきたりして、うん、結構葉物野菜を食べる機会があったんだけど、うん、今この生活になると、うん、あんまりその葉物野菜を意識しておる自分で買うことはないし、うん、でなんかさ今って飲食店もやってるやってないが分かんないからうかつにあそこ行こうと思って行って。 いいけないんだようん、うん、ってなった時に SNS とかで「やってますよ」とか「うんうん、営業短縮してますよ」ってはっきり言ってるお店じゃないとそうだねなんか行く気にならなくてグーグルの情報とかも全然いてるのか分かんないよ、ね、そ,うそうするとなんかラーメン屋ってすごいそれやってる店が多くて <laughs> <ー>で ラーメン屋ばっかり行ってると葉物野菜を食わなくなっのかなと思ってそもそもラーメンがあんまり続くとねあんまり体にもよくないからそうそうそうだから最近俺行くとしたらラーメン屋が多いんだけどだからインスタラーメンばっかりになってると思うんだけど見てみるそうそうそう気をつけないとそうテイクアウトやってるとこも増えたね結構テイクアウト増えたねでもテイクアウトで食おうと思わないんだよなそうか基本まあなうんだってもう店まで行ったら一緒じゃんとかまあねだからやっぱそのまあまあそうか混み具合はあると思うけど だからほら前にその自分の着いた席で前に食べてるやつがめちゃくちゃ不潔なやつかもしんないよどころなかもしれないとどころなかもしれないから <うん S 1> そこの心配は結構行くお店はもう本当に人がいなくなったら「こいつ本当不潔だったわね」ぐらいの勢いを <laughs> ちゃんとやってるやてやどこの店もきっとそれぐらいはちゃんとやってるからいやなんかこうなんかさ<う>んやっぱこうやって松本君と話してるとやっぱ近所の店空いてる限りは行ってあげなきゃなって気持ちになってきたなうん、うん 堀江さんがさゴルフとか、うん、もうやっぱ自粛してるとかっていう人がいるっていうのを聞いてゴルフなんかほんとお台場より人いないんだから交通手段だね、うん、そこに行くまでのそれが車とかでドアとドアで行ける人は、うん、人がいないところには行った思うがいい,いいと思うお金も使える範囲で使った方がいいんじゃないかい、うん それ映らないわけだからやっぱりそ,う、ね、それは人がいなければねと思います次いきましょう若内氏もちみたん、うん、こんばんは今日のメールテーマは私の未来予測2020ということですが、うん、すごくくだらないの思いついてしまったので聞いてください、うん、まず今の事態が収束したら必ずや濃厚接触をタイトルに入れた AV が出るなるほど。そして自宅待機がテーマの AV も出るのではないかと予想しています <laughs> なるほど。今のこの真っ只な 真っただ中だと笑えないけど終わったら笑える気がします、うん、とにかく早く収束しますように、うん、全然濃厚接触っていう曲タイトルは俺も一瞬考えたよ <laughs> まあ時事ネタだからね、うん、だけど今 AV もね、うん、あそう AV といえば、うん、これはもう本当にその AV の専門の方から聞いたんですけど、うん、やっぱりその撮影が難しくなってるから、うん、また昔みたいにストーリー重視のものが増える傾向にあるらしいぞ いや濃厚接触があんまり過度なものができないからっていうことでだからバコバコバスは難しいよねバコバコバスんなツアーもしちいけないしバスだってそん,なそんないっぱい人でね人数も多かっただけだしそうそう,そう,そうだからなんかそういうのを撮ってんのかな、うん、今だからさっきちょっと具体タ出しちゃったけど、うん、某ドラマとかね、うん、その 配信系のドラマとかはガガンガン撮影やってるらしいんだよテレビと違ってあんまりこう注目されないというかさいつどこで撮ってるか分かんないからさ撮ってるらしくて、うん、しかも全然その中止にする気配がないっつって現場で働いてる知り合いが悲鳴を上げていたなるほどね、うん、全くその撮るのやめる気配がないとかっそ、ね、うなんだね、うん、人いないから撮りやすいしな今いやそうな逆に安全なんじゃないかと思う まあまあでも人同士、そのね、現場の人同士で映っちゃうっていうのがあるからね。うん、もうやっぱり撮影現場なんか不潔の集まりだから、うん、<laughs> 本当に。俺は知ってますから、実際自分もね、全然家帰らず寝泊まりしてる時期ありましたから、その、撮影の現場とかにね。そこだよな。そうね。まあそう。今はいいんじゃないかってみんなが思ったら結局混んじゃうからね。ああ、そうだよ。藤井さんとも今日ちょっと電話で話したんですけど、あの、水曜日のダウンタウン。あのやっぱ撮影全部ね、今もう収録止まってるってよ。うん 水曜日のダウンタウンとかも。特に、ぶらり系のやつとかも。ロケで,でも今、スタジオだから、水曜日のダウンタウンも何本か今撮ってあるやつ、終わったら、またちょっとなんか違う形にするんじゃないかっ、うん、やっぱちょっと、総集編みたいな番組も増えてるし、ね、るのかね、特番2時間スペシャルって言って、そうそう結構過去の映像流してるみたいなのも、うん、まあたまたまそういう時期なのかもしれないけど。でもだからさ、うん、もうその、これからしばらく新規の撮影もしやらないんだれば、うん、なんか下手に、うん、 こうなんか総集編みたいのでごまかすんじゃなくて、うん、もうがっつり20年前とか30年前の番組をまるっとオンエアしてくれた方が面白いし視聴率取れるんじゃない そそれこそまあドリフとか加トジャンケンちゃんとかさうんうん、うん、ああ丸々丸々それはねアマゾンプライムでドリフ見たわいやドリ俺,も俺はね、うん、その今回の志村さんの件がある前にドリフがアマゾンに来てるぞっていう時にやっぱかなり見た、うん、うんうん、うん、面白いよねそうだからその井中<の>時代のドリフ初めて見たあ,あ俺それ見てないやっぱ志村信者だから俺は <laughs> そうそれで、うん、結構さ、うん あれってもうなんかオンエアバトルみたいな感じでさ地方のホールでそうだね収録というかまあほそうだオラがチにドリフがやってくるだからあれは今ってそういう番組はあんまないじゃん、うん、昔はねあとはそのドリフはいつも最初にどこどこ体育館とか出てくんだよね字幕で、うん、あれは現地で見れたりとかしたら上がる嬉しかっただろうなって思って、ね、見てたあと昔のアイドル結構 可愛いい子多いなっ思たメイクは今風じゃないけど、うん、まあそうだねドリフは普通にその今の子は体型がとか言うけど、うん。 昔もちゃんとスタイルのいい子がいたんだろ、ね、あと昔の人の方が多分圧倒的にやっぱり歌は上手い人が多いというか、基本歌が上手くないとデビューできない時代が特に最初の頃あったからね。そっか、だから俺、あら俺たちもさ、そのドリフ世代の中でも最初の方と言いつつさ、うん、よく考えたらダウンタウンの2人とかも子供の頃にドリフ見てるとかしてるから、うん、全然俺らも一部だし、俺、荒井中時代は確かに全然知らない。いつどういう経緯で変わったのかもあんまよく分かってない。その、志村けんが、うんうんうん なん,かそのなんつうのなんで,やでっちじゃないけどさその見習いみたいな感じでで入ったっていうのは知ってるけど、うん、新井中がなんで辞めたのかとか、うん、と新井中が辞めた次の週から志村が入ったの、うん、同時とかじゃないかな,なんかさっき俺ちょうどここ来るときに、うん、霜降り明星のこの間の金曜日の「うん、オールナイト日本聞聴きながら来てて、うん、でせいやが。うんうん めちゃくちゃゃく志村のこと好きで芸人になるってなった時に一番影響を受けたのが志村け、うんでまあでも分かるよね動きとか確かにあと2番目岡村隆史、うん、3番目今田耕司とかだったらしくて、うんうん、でせいやってなんかすごい昔のアイドルとか昔の芸能が好きでうん、うん、むちゃくちゃ詳しいんだけどうん、うん、ドリフも荒井忠時代から。 こうなんか色々調べてててたらしくて<ー>で志村け、うんも俺の知ってる限りではそのドリフターズの付き人みたいな感じで、うん、そのちょろちょろ出てたりはしてたけど荒、うん、井忠がいなくなってその後に入ったみたいなぐらいの感じだったんだけど、うんうん、もともと漫才コンビを組んでいて。うん それなりに出たりはしてたみたいなあっ諏訪新地とやったやつのことなのかなうんそうそれでその後とじゃあ荒井中が引退するってなった時に後釜はこいつだみたいなあだからずっともう見てる人は知ってるその準レギュラーというかサブキャラみたいな感じでっいたってことだねうんそう見たそうなんだねそれがだってあれだもんなそうだダウンタウンなのさ志村さんが出た何年か前のやつもさ再放送したんだけど あのー、やっぱり志村がいるいないでテンションが違ったからね俺はその, <laughs> そのコントの中に、うん、志村がいるいないだけで、うん、やっぱもう完全にスターじゃなかったですかやっぱり加藤ちゃんと2人ってもあるけど、うん、それがあったからね何の話だっけ志村の話しそう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  がどの人か分かんないって人もいるんだねやっぱ若い人だっそうだねなんかその志村も志村入る前は新井忠加藤ツがツートップみたいな感じだったんで。うんそうなんだねそうそれで大エースが抜けて後から入って最初から受け入れられたわけではなかったみたいねえ志村さんかね見たなそうなんだねんかねちょっとその話面白かったよ ちょっと見て下振り明星の、ね『アンナ・ン、うん』まだ途中なんだけどそうだからその頃のやつとかをね、うん、うまるっと再放送したらいいんじゃないかテレビは TBS がなんか再放送してほしいドラマ募集みたいなのやつってドラマまあそっかドラマか、うん、そうだね、うん、未成年とかそうでしょ未成年とかそうなっちゃうよね <laughs> そうそうそう,そう TBS?、うん 昔だと思うと、俺だろうな。俺だろうな。俺誰かがやらねばとかさ、フジテレビで普通にやってほしいな。世界征服宣言とか。それかさ、一週間まるっとさ、もう、あの、92年4月のこの一週まるっと全部だったら俺も全然んねえけどな。うん。もう CS みたいだね。7時からでもいいから、全曜日の7時から10時ぐらいまで流してほしい。うんうんうん。俺毎日見るよ。あの、当時見てなかったやつも見ちゃう、多分。確かにね。そうだね。ちょっとそれ面白いかもな。やってほしいな、そういうこと。 権利関係難しいねそう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 ,そうマウンテングラフィックスが緊急事態宣言を、うん、世界征服宣言の <laughs> やってたそうそうそうマッシュアップしてて最初これなんだろうと思ったけど宣言だから世界征服宣言かなと思ったらやっぱりそうだったホン <laughs> ちょっと見てみる <laughs> いやマウンテングラフィックスもフォロワーめちゃめちゃ増えた4万人とかになったすごいよすごいね面白いあの元ネタテてクイズが楽しいそうね、うん、乗り越えよう 次いきますよ、はい、ますデイトナ最高さん、うん 久ししぶりりにお便りしますす、うん、コロナ嫌ですね、うん、本日のメールテーマ「<laughs> 私の未来予測2020」ですが多分今年後半には401レーベルからラムライダーさんのニューアルバムがリリースされ、うん、エイジリスナーみんなが幸せな気持ちになり年末を迎えると思います、うん、前回のアルバムが7年ぶりだったのにもう8年経っちゃいましたね「うん、ああニューアルバム聴けずにコロナで死にたくねえ」うん、以上でございますなるほどお互いコロナに気をつけましょうね、うん、ということです アルバムね、リリースどうしようかな、本当これから。からまあ、アルバムを分解して今リリースしてる。そうそう全部集めたら、アルバムだから集めたら、ドラゴンボールみたいにね。だねねいだ今月出すやつとかもさ、うん、やっぱタイムラインの流れが早すぎるよ、今。出し時じゃないでも今家にいるからな、ね。そなのかなまあ、そうなのあでもなんか、ィファイの会員数はすげえ増えてるって言ってた、うん、今日うんうん、うん。休む理由がないよ。とはいえ、みんなの気持ちがやっぱね、なんかこう、うん なんて言うんだろう。よくも悪くもふわっとしてるというか、うん、っていう気もするんだけど、うん、やっぱちょっと多少やっぱリリースまでこうやってこう物議を醸すツイートをやっぱするしかないな。うん、もうこれは本当に松本くんがどう思うが、事実。<laughs> この間のそのなんかアメリカの、あれはエブリィなんだけど、うんあ、本当実はだからね。うん、あのそのがね、うん、お前の国すげえなみたいなこと言ってきたみたいなツイートが3万いくつリリースしたじゃないか。うんうんうん あの、二日でフォロワーが五六百人増えてますからね。うんうんうん。ってことは、もうこういうことちょいちょいやってれば、まあ分母は増えるわけだから、うん、多少はこういうなんか、受けを狙ったツイートもしたきがダメだよ。本当にお金がないからさ、ね。うん。ういいと思うよ。じゃあやっぱ出した方がいいんだね。まあ、ちょっと、止める理由はないと思うな、俺は。いや、だからさ、うん。 いやまあ俺も一人の人間としてアウトプットできる量は決まっているからこの毎月リリースは相当体力を使ってやってるわけですよだから一曲一曲の結果はやっぱ少しでもフィードバックは欲しいからなんかこうこうの今、じゃあ例えば今年ずっといっぱい出したとして来年も同じペースでやれるかどうかは分からないよだけど来年になってみんなが状況が良くなった時にみんなが音楽を聴こうってムードになってる時に俺が今年で力尽きたら嫌だなって気持ちはあるんだけど。<laughs> まあ、リスナーがね、支えてくれるから大丈夫かな。別に全部に MV 作んなくていいと思うけどね。曲出す方が俺は。いや、曲、そうだ、曲だけだったらまあ簡単だけどね。うん、映像作るの楽しいのもあるしな。うん。なんとも言えない。けど、まあ一応やるだけやってみる。まあ、だ、あれだよ。うん、あの、なんつうの。あ,あ、ごめんなんか、俺足でなんか踏んじゃった。消えてないかな、放送大丈夫か。あのー、何の話だっけ映像か。うん、映像は、作るの楽しいし、うん、あと、うん 例えば「お休み」とかっていうののミュージックビデオはもちろんこだわったけど、うん、だけどそんなにあれはその作ってる。 えっとユニくんっていう監督と2人で作ったんだけどやっぱそのリリックビデオみたいな感じでいいよって言ったんだけどそのユニくんがすげえ頑張ってくれてミュージックビデオとしても割と見れるものにしてくれたっていうのもあるんだけどまあ俺の基本的なその目標としては全部のリリースの曲を YouTube にも上げたいっていうことなのでところどころで面白いアイデアがあるものと今回の「のセットミ f フリーとかねそのとかはこうやって作るけれども。 なんか全部をそのミュージック PV みたいな感じで作るというよりは全曲 YouTube でも聴ける状態にしたいみたいな感じかなとはいえみんなが買ってくれれば一番いいんですけどね、うん、だからちょうどいっぱい出た時にライブできるようになったらいいよねみんな知ってる曲があったり、うんね、映像もあっ,てった満を持してできるよね 一曲きますかちょうど今ミュージックビデオの話だってたセット・ミー・フリーがねもうほとんど仕上がってるんですけどまた僕が細かいとこここやってくれあれやってくれっつってあと何箇所かっていうところなんですがこのセット・ミー・フリーのビデオも見たじゃないですか会場でジーデラックスのやっぱこれもなんかちょっとグッズの違いがあるというかいろいろやれるっていう意味でもミュージックビデオ作る意味あるかなと思って物を売るという意味でもやっぱりセット・ミー・フリー作りましたジャケこれですグッズ出しますもいいけど。 えっと、曲出しました「じゃけこれです」うん「ミュージックビデオこうやってキャラクターこうやって動いてこんなのあります、うん、こんなシーンあります」でグッズ出せた方が、まあうん、売り上げ的にも最終的にはいいのかなという気はしてますがね,ねうんまあまあなんかあります、うん、思うことはまあなんか俺はあなたはミュージシャンなので、はい、曲が出るのが最優先でそれが喜ぶ人がたくさんいるんじゃないかなって <laughs> 俺が勝手に思ってるでけでなんだけど でやりたい気持ちも分かるけど、それで曲が滞るんだったら、出す方を優先した方がいいのかなというのと、毎月いろんなグッズあったら、それはそれでみんなも大変だぜって毎月も出してないけどね、そころどころで大きいものはね、多分そうやらないとお金が入らないからさ、<laughs> マジで、<laughs> お金は考えないといけないね。お金別にいや別にに事務所辞めればえ だから事務所辞めれば別に出し続けられるよ俺プラマイゼルでもやっていけるからだけど会社は売り上げを要求してますしそれで結構ぶつかったりもしてるんだけどそうかそうかあ本当にね本当に腹の立つことがいっぱいありますからねただまあまあただ今んとこ俺はいいもの出せてるという自信が今レーベルについてあって外しの曲とか間に合わせて出した曲がないのでそこは大丈夫だと思うよだから実際ほら「セットミーフリーもさ曲出てその後に映像別で走らせてうん でしかもそれも納得いくまでやってるから時間かかってて、うん、次の曲も出ちゃってるけど、うん、まだ作ってるけど、うん、そうそう今はだからす素晴らしいありがとうございます 保すてらしい間もなく毎,月毎週間もなくってますが「<laughs> えー、セット・ミン・フリーの」の、えーうん、ミュージックビデオもすぐ公開になりますので、うんえー、この曲聴いてください。うん、はいというわけで聴いていただいているのは「セット・ミン・フリー」なんですが「レ、はい、ジ・デラックス」でさこれみんなで見たじゃないですかはい、はい、配信でしたけど、はいはい、あれで。あの ミュージックビデオ見てこの曲好きになったっていう人が結構いて、うん、あそうね。それがすごい嬉しかった。なんかもしかしたら曲だけ聞いてまだなんかね、まあこういう早い曲あんま作んないから、ピンとこないっていう人もいたのかもしれないけど、うん、そうそうなんかいたよね。そのそれまでそんなピント曲来てなかったけど、うん、P.V. 見て好きになった,っていった。いやもうこんなの本当服部さんに感謝だし、多分作っててそれでなんか喜んでくれると嬉しいな。うん、俺は嬉しかったなすごい。まあまた行こうかうもあるからね。そう,そうそうそう。P.V. あった方がいいみたいなの。そうなんだよ。わかる,るわ。 とというところですかね、うん、さあもうちょっといきましょう、このコロナがどうにかなったらどうなるか、まあ、あるいは続,く続いてしまったらっていうのちなみにラムさん、どう思います、うん、だから、そうね、ま,あ、まず現状、やっぱり、うん、いろんな人が気づき始めてるのは、うん、あれ、これ、会社行かなくても仕事できんじゃねっていうのが、まず一個じゃないですか。だかからやっぱりその会社とといいいうううう場場所所がどういう場所なのかというのは、うん みんなすごい考える時期に来てるので、うん、必要ないってことはないと思うんですよ。オフィスにしても、会社という組織にしても。うん、ただやっぱりもっと簡素化だったり、うん、会議室だけになるとか、うん、ああいう変化は一個あるんじゃないかなっていうのと、うん、あとやっぱり家具屋が儲かる。うん、ああ。一つ、やっぱりその、いろんな周りの人の話で聞くのは、やっぱりその、うん、この間も話したけど、うん、家というものがまず仕事をできるように作ってない人が多い。 これなんかは一応家にも作業場あるしここスタジオもあるけど、うん、みんなやっぱ机とか椅子は新調するっていう人がしばらく増えるんじゃないかなと思っていてそうねなんかウェブカメラがむちゃくちゃ品切ぎれてあとでタイミング的にさ、うん、今多分オープンがどうなるか分かんないけど、うん、IKEA が原宿にできるじゃないですか。うんうん、はい まだできてない多分あそこは都市型だから在庫をあえて俺らみたいに車でワーって,て持って帰るっていうよりは割と発想ベースというかだからああいうところでパッて行っててしばらく家具は結構好調になるんじゃないかない、うん、そうだね俺もなんか時間あるから部屋の整理をしようと思って、うん、そのいろんな不用品を捨てたりとか、うんうん、あとちょっとまあ家具の配置を変えたりとかしようと思って、うん あのー、結構今俺まだベッドの下にいろいろ入れるように、うん、ベッドちょっと高めの高さに作ったんだけどうん、うん、まだそんなにそこを使ってなかったんで、うん、そこもちょっと生かしつつ、うん、物も減らしていこうと思っていてうん、うん、で新しくまた無印の,あの収納ボックスみたいなのとか、うん、あとベッド下に入れるんでそれを乗っける用のミニ台車みたいなのを買ってさうん、うん、今箱が届くのがあさってぐらいなんだけど。うんうん っっていううののでで買たたりしたので結構こうあとまあリモートでやるんで、うん、アプリによってはなんか背景変えれたりするからいいけどちょっとした大喜利みたいになってるけどねセスコの部屋の背景とかさでなんかまあ変えられないやつでやる時ってやっぱ部屋を見られることになるから、うん、それ用に部屋をこう整える人もいるだろうね とかやっぱその個人間の送金のシステムどうなるかとかはあるんじゃない、うん、だここでは本当はエイジ・デラックスでも話そうと思ってるから話せないけど、うん、いろいろこういろんなその投げ銭とかさいろんなのの俺はもう利律を全部知ってるから、うん、そこがやっぱ一番最もストレートにこうアーティストなり、うん、そのやってる人に還元配信者に還元されるようなものが支持されるんじゃねえかなとは思うのとあとなんだろうななんか今言おうと思ったのは はいそうででししょょネットワークちょっと今嫌な動きだなと思ってるのは、うん、先物取引で、うん、小麦とトウモロコシの値段がめちゃめちゃ上がっていてほうほうやっぱだから食料系だよね日本は自給率低いっていうのが、うん、その輸入してる国が海外への出荷をちょっと抑えて、うん、自国を優先ってなった時に、うん、日本の中の,その食べ物がどうなるのかなっていうのっていうともしかしたらまた農業に 政府が力を入れるみたいなことそもそも自民党って農家強いから、うん、なんかもっといろんな作物国内で作ろうぜってノリになったら、うん、なんかそのでっかい会社ができたりとか。 なるほどね、あるいはトヨタあたりがもう車でやることなくなって、うんうん、すげえでかいその農場を作ったりとかっていうことになるのかなうそうだねやっぱテコットも農業には注目してたからね <laughs> そうだね、まあ、やっぱり初芝から始まってテコットもやっぱ農業ワインもやったりしたけどね過去にはね、うん、してたからそうだからそういう今一番その心配なのは、うん、やっぱりし食物自給率、うん、まあそうだよね 大きな意味での地域から地域の移動っていうのをしないことがやっぱ一番拡大しないことだから極端に言ったらもうそういうのもみたいな話に。 ななりかねねいもんあとはだからいろんな予想で出てるのはやっぱりその変種というかさウイルスはやっぱりなんかインフルエンザなんかもさその毎年やっぱり俺は接種やワクチン真面目にやってるけど全部次の年になるとちょっと形を変えたものが出てかかるよってなるからこのコロナも普通に毎年変種ってなってじゃあワクチンワクチンってなるってなる当たり前になったらやっぱりある程度この生活に似た この生活今の状態から少し自由を取り戻すぐらいの生活がもう当たり前になるって言ったらやっぱり俺たちが今ここでしてる予想のほとんどが当たるんじゃねえかなと思って思ってますなるほどね、はい、なのでみんなでね次何が流行るかうちのね母のようにねこのマスク輸入したらいくらで売れるか調べてくれみたいな <laughs> 話よ俺はやめとけって言ってんだけどね い本当さ切ったねビルとか買ってホテルとかやろうとしたの止めてよかったよ去年ぐらいにオリンピックの時につって <laughs> そうだね、うん、2年でリクープできるとかしたけど、うん、やらせなかったからねいや本当にただやらせなかった理由は、うん あなたの考えるホホスピタリテティだ無理だとホテルを止めたい <laughs> <laughs> あなたのその感じだお客さんの顧客満足度が上がらないし絶対それに付きっきりになって体壊したりするしあと俺絶対手伝いたくないから、うん、レーベルも始めてね <laughs>、うん、だから止めといてよかったなと思うど、ね、ただ止めた理由がそれだったからまさかこんなことでまあ、まあ、いや想像してないよね誰もね大変この辺ホ当、うん、ホテルいっぱいできたからどこも厳しいと思うでまたまあ正確にはあれだけど 一番盛り上がったの月コロナもそういうの地震も3月だったしああそうだね、うん、この時期だねなんかね逆に言うと3月が一番だってなるように今はねしないとなって普通に真面目に思うけど、うん、4月はちょっと今思えばもう引き際だったなってなるといいなと思うけどね、うん、多分まあ日本はこれからがピークだけど、うん、これからか今がピークぐらいだよね多分ねニューヨークがやっと死者数が減ったうん アメリカの感染者数はえげつないねえげつないねでもやっぱりねカリフォルニアとか西の方が少ないな東の,そうだ、ね、東の方が比べ東の方なんでだろうか気候もあるのかあとやっぱロッ,クあそうだロックダウンしたのが1週間ぐらい違ったんだでカ,ルルたカリフォルニアが早かったね。ねそれですげえ差が出たって言ってただから効果はあるんだろうね、うん、やっぱロックダウンみたいなものはみんなもちょっと家でいろできること考えよう楽しくねうん次いきましょうはい,はい 知らぬいさん うん、私の未来予測はマスクが帽子や手袋メガネや靴下のようなファッション小物の一つとして定着です世界的にマスクを装着するのが当たり前になりそうですが、うん、顔の半分を真っ白な不,色不,不織布で覆ってるだけなのも無機質な印象、うん、服装に合わせて色や柄材質なんかを選んでコーディネートできるようになったらいいなと思います、うん、なるほどそしてマスクマスクが注目を集めてヒットも本当にある気がしますし、ね、ラムささんん松本さんがあったら いいなと思うデザインのマスい。はい。れも松本君が不織布を読めたってのでちょっと感心してしまって <laughs> 一瞬内容が入らなくなってしまったけど <laughs> 大丈夫でした、はい、あのなんか俺が今日見たやつで言うと、うん、やっぱりスマートマスクみたいな思いを考えた人がいてスマートマスク要は要はみんながこれをするの当たり前になったら眼鏡に比べるとデバイスをしまえる場所がいっぱいあるじゃんマスクの方が、うんはい、だからまあカメラだったり CPU だったり、うん、ちょっとしたやつあとはその 呼吸器、空気を分析するやつとかを入れられれば、うん、すげえ賢いマスクが作れんじゃないかみたいなことを言ってる人もいて、確かにそしたらイヤホンもすぐこっからつけられるし、うん、ウェアラブルデバイスとしては実はマスクより、あ、メガネよりマスクの方が面白いことできるのかなってっうん、うん。そう、俺がインスタに上げてたやつ、ちょっと形は近いと思うんだけどさ、うん、えっと、見てみるね。これみんなスタッフが忙しいんだよな。 あこれ,、ね、それは本当に売り物なんでしょ <laughs> 売 <り物 S 1> これ何なのそれなこれは、えー、とー頭にこう巻くうメガネみたいに、うん、メガネのレンズなしみたいなやつの鼻のとこから下にマスク部分がついているプラスチックのやつで正確にはこの下にマスクをするっぽいんだけど普通の、うんうん、それをなんか押さえる用のみたいな,うんうんな長く使えるようになるのかなってそうそうそうな、ね、なんかこの下にそのいわゆるフィルターみたいなのを取り替えでやるとか マスクはだからやっぱりなんかあるよねあ,あると思うあと,あ,と、うん、あの俺もうそんなにマスクしてないんだけど、うん、あのマスクをずっとつけててやっぱ耳とか痛くなるじゃん、うんうん、であのそのマスクの紐の先に留め具みたいなの留めて、うん、耳にあんま干渉しないで留めておけるやつ首に巻きたいそう首とか頭には一緒にありであだからあのスポーツメガネみたいなやつだろ

じゃあそれどういうパラダイムシフトってやっぱさ、マスクを普段からするっていうのはアジア人だけだったのがさ、うん、一気に全世界の人がマスクをしてもいい世界になったわけで、うんその、だってほら、アメリカだとやっぱりマスクしてるイコール何か伝染病を持ってる人みたいなイメージだったわけでしょ、過去はね、うん、去年までは。それがめちゃめちゃ需要増えるから、 マスクをしていってなると、やっぱさいろんなもの増えるね。さな、うんかあの現実的な予想かもか。ポケットティッシュみたいにスポンサー広告入りのマスクを街頭で配ったりとかもあるんじゃない？うんうん、ああなるほどね無料でね。うんうん、あそれ面白いね。うん、オーディオギャラクシー。楽天。 楽,楽天なんかやりそう <laughs> アマゾン、ね。Yahoo <Why> BB みたいな。ソフトバンクやりそうだよ、ね、な。ソフトバンク今さ、<laughs> うん、あれやってんだろうなんか、<何>家で学習がね、できない。要は、うん、今オンライン学習になってるから小学生とか、向けにっつって、あの、エアだかエッジだかみたいな、うん、あのなんか、無線ルーターみたいなやつうん、うん、無線ってか、要はその、設置、 工事がいいらないルータータみたいなやつを無料で配布しますみたいなやってんだようん、うん、もう恐ろしいよね考えることが <laughs> そんなふうに家庭の中に入り込もうとしてんだみたいな、うん、だって今無料でったで月額でって取ったら美味しいぜあれいや本当に今は全商売人が超アイディア考えるべきタイミングだと思うそ,う、ね、そうなんだけどさ家でそのさ家でネット引けない 家家庭庭っってやっぱ裕福なななとは言えいいじゃないですか、うん、そこにそういうものを送り込むのはちょっとなぁとは思ってたねだったらもう1年とか2年無料で貸し出すとかの方がなんかいいなぁ怖いなさあ次行きましょういいねやっぱいろみんなで考えるとアイディア出ますね、はい 松江市クルーストこ所さんが出ている番組のほとんどが VTR 見てコメントするものなので、うん、世田谷ベースで収録が始まると思います「なるほど笑ってこらえてやそこんところ」など世界丸見えはたけしさんが遊びに来ると思いますうん、うん、テレビねうん、うん、あ俺さ昨日さ、うん、昼前にさ、うん、そのたまたまね、うん、あれを見てたてかテレビ車運転してたのかなあの絶対普段なんか見ないんだけど「うん、バイキング」をつけてたんですよ。 坂上忍が昼やってるバイキング」ねそんなだっけ「バイキング」見てたらズームを特集しててそのんていうんだズームねえっとリモートワークアプリねリモートワークかなんか特集してんだけどやっぱ番組でも収録どうするかっていうのでみんなでやってみないとってことで「バイキング」のレギュラーのメンバー多分全部の曜日なのかな78人ぐらいで野々村誠とかと あいつ誰だあれ一茂とかかとか一茂もいたかなあとえっと「ブラマヨ」の二人とあとアンミカと坂上忍と誰かぐらいで全員でそれぞれの家からつないでまずは番組の打ち合わせをやりましょうみたいなそれを全部の画面何人も売るやつをキャプチャーしてそれを編集したやつを流したんだけどそれがすっごい面白くて要はなんか。 多分自宅だからっていうのもあるのかもしれない。野々村こと、うん、ホテルだったかな。なんか、うん、結構みんな本音で喋ってて、うん、この時期に自分たち呼ばれて、そもそもテレビで喋ってるけど、うん、これが不要不急なのか、うん、必要なことなのかがちょっとわかんなくなってるみたいなことをみんなが言っていて、本当にこれ収録みんな集まってやっていいのかもわかんないし、うんうん ただ坂上忍は、極端な話、うん、スタジオはもう俺一人でいいんじゃないかと思ってるみたいな感じです、ね、た、うん、これ、スタジオでみんなで集まってたら、ここまで本音出ないと思うんだよね、だ、うん、からそれがすごい面白かったから、テレビはやっぱりリモート増えるんだろうね、その報道とか情報系は。うん、昼なんですももなんちゃん一人でしょ、今。あ、そうなんだ。うん、あだから、その裏ではそういうことやっぱやってんだね、うん、そういうのはちょっとテレビはどうなるか面白いな。いな、全部収まったってなったら元通りになっちゃうんだろうけど。うん まあ俺としてはねそういうオンライン活用したり現金がなくなっていくんだったらもっとやれって思う、ねうん、<laughs> そうだねそうそう Zoom ね、うん、結構 Zoom 自体は多分何年も前からあって、うん、で試してみたいなって思ったけど使うところがなくて、うん、やったことないまま名前は知ってたやつだったんだけどじゃあ俺赤本マスクはどっち作ったんだろう Zoom ね、うん、なんかだって<で> Zoom だって、うん そそもそもなんだ去年の時点でユーザーが3000万人とかだったのかな四、うん、千万人とかが今年に入ってそのコロナで今2億人いるんだってユーザーがーだから、うん、インディーズのそういういオンラインで始めたのが一気にだから 100,、うん、100日のワニみたいなもんで、うん、いきなりこんなことになっちゃったから。うん 今年の計画でこういう機能を実装したい、こういう機能を実装したいって計画があったんだけど、全部やめて、今年半年だから1年いっぱいは、セキュリティのアップデートしかしないって決めたんだって。なるほどね。今、穴がすごい多いから。ここまでの規模でこんな使われると思ってなかったそうだよね。負荷の対策とかね。だって URL1 個でいきなり参加できるんだもんね。いや、便利だよ。ざるだろって、セキュリティとしては。なんだか、そういう色もう毎日変わってるらしいですよ。うんうん。はい、面白いね。 福井市世界の PK さんはいこの度結婚しましたはいよ AG はラムライダーと松本君の会話を隣で聞いてるような感じがあって自分が福井に帰ってなかなか地元に馴染めない辛さを随分と助けてもらったと思いますこの人ね古い友達で僕が福井に行くとベンツで迎えに来てくれる友達地元の社長の友達でそう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  PKK さん結婚この人と知り合ったきっかけもすごい変なきっかけで何 一番最初のアーケードアタックをやった次の日のイベントだったかその前のイベントだったかが、うん、に PK さんが来てたか、うん、そのイベントを PK さんがやってたみたいなきっかけだったんだよね俺はだからやっぱアー,ケーアタック,クルーの友達というか客で PK さんいて当時のイメージはなんだろうな何の PK さんプロレスの PK さんかなやっぱりプロレス詳しい人そうだ、ね、とかプロレス まあでも俺がやっぱ一番心持ってるのは、やっぱりその PK さん家に行ったら、うん、あの、多分ここまで聞いた時点で PK さんまた言われてるって言うと思うけど、うん、その検索窓にぶっかけって書いてあったっていうのだけはもう、あれです <laughs> 結婚されたということでね。やっぱね。検索窓は気に、緒 <laughs> にし、ねち,ね、ちゃいますよね。や,よやっぱ人んちの検索窓は見ちゃいますから。うん、そんな感じ、ね、やっぱ俺もやっぱラムライダーの検索窓。もそれはいいじゃないですか。 忘れないもんね、あれは。まだそれはね。言わないですけどね。リケさんはね、もうその、ニーズマにぶっかけていただく。まあ別にいいからという。最低の資格だおめでとうございます、本当に。いや、嬉しいよ、でもね。うん。友達だありがとうございます。 今回のテーマ「私の未来予測2020」ということで、はい、結婚に合わせて東京で結婚式の二次会的なパーティーをやる予定でしたが、うん、新型コロナの影響で現在無期限延期にしました、うん、テレみたいなのもあってあまり派手にやらないつもりでしたが、うん、方針転換をして新型コロナが落ち着いたら可能な範囲で派手にやりたいと思います詳細が決まり次第連絡するのでお二人もぜひ参加してくださいい,いきますよそれは。 当然ですが自粛等の反動がたくくさん出てくると思います、うん、今は大変な状況ですが多くの人が全力で楽しめる世の中に早くなってほしいです、うん、それでは確かにね、うん、ただその用意ドンというかさ、うん、その俺がそういう意味で思うのは「うん、はい収まりました今日からパーティー」みたいな感じにはならないじゃん、うん、あの恐る恐るさそろそろいいんじゃないかって言ったらだんだん増えてく感じだから、うん、いいの,いいのうそうそういいのいいのって、うん、多分もうこういう状況になってしまうと、うん もう正直、ウイルスがゼロになっても、うん、もう心配から抜けられない人っていうのがい,いるい、いるいる出てくると思う。で、うん、その人たちが常に、うん、ちょっと邪魔をしてくるんじゃないかなっていう予想は正直してる。<laughs> うん。そうね。だけど僕らも死ぬまでそれが本当どっちが正しいか分かんないから、もやもやした世界にはなってしまうかな。うん、だからそういう意味でやっぱり目に見えないっていうところでは、やっぱりこの原発のとこ似てるんだよね。うん、そうだね。状況が。ただ原発はやっぱり、 人から人に移るものではないからさ、そこの疑心暗鬼はちょっと残ってしまうね。だからカルトっぽい感じになる人がいないといいけど、一、うん、個ただ俺がいいなと思ったのは、うん、あの、やっぱ反ワクチン派っていうお母様方がやっぱいるわけですよ。ほぼほぼ宗教なんですけど、やっぱその体にウイルスを入れて体制をつけるなんていう仕組みはあるわけはないと。うん、あれも医者が仕組んだ陰謀であるっていう人たちがいるんだけど、 結構そういう人たちが BCG 打ってくれって今言ってるらしいね、うん、BCG が効くらしいっていうの、ね、そうそうそう聞いてあんだよね正直それは打ってあげるけど、うん、もう二度と反ワクチンには手を出しませんって先生俺は出してほしい <laughs> その子供たちがいるんであればね <laughs> その人たちにっていう気はするねなるほどねだからそのちょっと今頭がまいってる人,人たちが変なふうになんないといいないや俺一番はそこな気がするそうえそうだよホステイ 正常なステイクールというかねステイコームというか落ち着くそうだねダウンっていうのは大事かなみんなで時々こうやってバカな話すの大事だよそのまともでいるためにもいや本当にみんなもちょっと力を入て俺だから本当に僕のこのラジオ毎週聞いてる人で参ってる人別に俺1対1で30分ぐらい話してもいいから悩み聞きますって感じ リスナー限定でねツイッターに書いたら頭おかしいやつが出てくるからさなんかあったら DM 買いしてツイッターに頭おかしいやつ出てきたらもうそれをまたラジオで全文全文読むそうだねあのもう読み方が東野さんのやつ読み方がめちゃめちゃ面白かったからなあの関西弁が下まで感じる面白かったな幻ラジオ聞いてください次かなえ次うん一応普通のト便りで来てるんですけど えー、埼玉県のこれ河野寿司って読むのんどこだちょっと読み方が分からないですけど、はい、大和さんはい緊急事態宣言で埼玉が入ってるんですが、うん、新卒社会人の私にとってゴールデンウィークの実家帰省はとても楽しみでもあるのですが、うんうん、世間的には帰らない方がいいと言われていますそうですねラムさんと松本さんはゴールデンウィークはどのように過ごす予定ですかゴーールデンウィークか5月、うん、5月 何やってんだろうもうイベントがある意味ゴールデンウィークよりゴールデンだからそうだね特に予定はないなゴールデンって言っちゃいけないんだろうけどうんなんだろう俺、ま、この1ヶ月俺はどうやって過ごそうかなと思ってて、うん、曲は発注受けてるやつだあと23曲仕上げればいいんだけど、うん、やっぱりその 僕自身は曲を作る人だからさ、うん、その飲食店みたいにあんまり直接影響はないと言えばない,い,い、ね、そうって思うじゃんだけどやっぱり僕に俺はライブアーティストだからすげえ大打撃だけど、うん、その俺だけじゃなくて要はその僕に曲を作ってくれっていう人って、うん、曲作る うん、例えばちゃんとライブツアーをやるとか、はい、あるいはライブでその CD を売ったり、うん、それで物販やったりしてっていう人たちだから、ね、ライブができないとやっぱ曲を作るっていうところに行く人と行かない人がいるなっていうことを、うん、リリースだけで考えてるわけじゃないから、ね、そうそうそう,そう、うん、俺たちやっぱりライブアーティストはリリースだけで考えてないからだからそういう意味では曲作る仕事も例えばよさこいも今ちょっ作ってるんだけどさそこはすごいできるんだけど あのどうなるか分かんないじゃないですか、慌てて作ったよ、だから。<laughs> <laughs> もう、できましたって預けないと、やっぱりね、こっちが曲出す前にさ、今年中止ですいませんってなったから。<laughs> 納品しましたからね。<laughs> <laughs> でもそれはやっぱそうだしさまあまあだってこれが来年ってなったら俺はやっぱり正直声かけていただけるんであれば毎年真剣に作ってるから来年は来年で違うテーマで作りたいしっていうのはあるから一応作ってねあのまあ規模縮小まあるいはやるってなったら準備は早い方がいいから作りましただからこの1か月は何やろうかねだか配信にやっぱ力を入れるしかないのかなだから撮影機材いろいろいじってるよそうだねさっきみたいにちょっとっ本当にそういうアウトプットのための、うん スキルアップだったりとか、準備をしてって感じだよね。だってやっぱ一日中、コロナのことで検索したり、タイムライン見てたら、それで一日終わっちゃうからね、毎って。それだったら、ある程度ね、この時間は、いや、だからそういう意味では、テレビのニュースはやっぱりいいよ、ある程度、人が選んだ情報だけ去って見れるし、NHK とか。っていう意味では、なんかね、みんなやりたいことやったほうがいいね、映画見ねなりなんな 次はどうしようかな。いいね、えっと、ジャンマさん、うん、来年以降の勝手なライブ予想です。うん、今年は当初予定されていた東京オリンピックの影響で、うんえー、国内 うん、特に都心部の会場は一定期間使用不可な会場もあり、うん、かなり早期から予約合戦で本当に大変だったと聞きました、うん、それが来年に持ち越されたことにより来年も中規模大規模の会場は自粛分けの予想を繰り返しつつまた探り合いつつ予約合戦、うんうん ということで、国内にとどまらず、海外での日本人アーティストのライブが増える。うん、特に時差がなく行きやすいアジア圏、台湾、韓国、中国本土など、うん、ライブへ行きたいというファンの機運も一層高まっていると思うので、ライブ遠征という形での海外旅行も増える。うん、より一層、日本人アーティストの海外での活躍が目立つ一年になると予想します。と、期待と楽しみの気持ちも込め、勝手に予想しました。うん、ラムさんのライブも楽しみにしています。うん、えとも予想に付け加えさせてください。 なるほどうんそうだねどっちに転ぶかだけどな確かにねなんか今の時期にうん ゴールデンウィークぐらいに予定したフェスとかも、うん、そのオリンピックで空いた会場の今、取り合いが始まっているらしくて、うんなるほどね、やれるならね。やれるならっていうことでそ<う>もし取れれば、延期開催、その辺でするけど、うん、取れなかったら中止みたいな感じになってたりするらしいよかかだからやっぱり、ある程度、そうだね、みんな状況分かってるから、ぎりぎりの判断をこうお客さんが優し,優しく受け入れてくれると。うん いいね別にギリギリの判断ってやる側もさ、も俺らのこの間、エジー・デラックスもそうだけどさ、こっちがのんびりしてるからギリギリになってるわけではなんでもなくて、うん、毎日考えて状況見ててなってたりもするからね、なんかそこにみんなが対応してくれるといいなそうですねというところですね、はい。えちょっと待って、よさこいが中止、嘘でしょえ,え今、タイムラインで、よさこい中止になりましたって書いてる人がいて、いや、さすがにそんな話はまだ来てないぞ。 まあ、だって、結局どうするか分かんないので止めといてくださいってって急に作れるもんでもないし、ね、そうそう,そうそうそう。ただし、まあ多分その、もしそうなったらそのとでビデオで、何かその、うんこう、今年はせめてビデオだけでもとかなるかもしれないし、曲は絶対必要ですからね。どうなってんだろうと調べてみようと。はい。はい、えー、次。うん 東京都明いさん「緊急事態宣言やっと出ましたね、うん、首相のも都知事のも会見を見てません」うん「ニコ生での宇都宮隆さんのライブ、うん、過去にしんさんもキーボードと歌で参加されてます」の無観客配信を楽しんではい、はい、せっかく上がった免疫力が落ち込んでしまいそうな気がしたので。うん さて本日のテーマは「未来予測」でしたねズバリ AG デラックス全国展開」です、うん、先月の無観客配信直前にチケットがかなり売れたとおっしゃってましたよね松本さん、うん、やっぱり会場への距離がネックなのかなと思いました、うん、コロナに負けずに生き延びて全国各地で AG デラックスを開催し美味しいものを食べましょうそのためにも投げ銭支えですがさせていただきました、うん、ラムさん松本さんスタッフの皆様のご健康を心からお祈りしています、うん そうだラムが吐くアマビエ」書いてくださいああアマビエってなんかあの薬薬疫病が流行った年に現れると言われてるやつだあそうなんだじゃあそれ書きましょう何でもしていただきまして地方の会場探してんだよね結構ないっていう俺探してんですよマジでマジで探してるんだけどその今さこういう状況じゃないでいつまで続くか分かんないから その東京の会場だったら当日俺らが車なり電車で行けばいいからいいんだけど、うんうん、地方の会場だと会場のキャンセルだけじゃ済まないからちょっとリスクがでかくてどうしようって今正直迷っているところはある。 あと、ね、やっぱ配信も多分前提になってくるから、うん、ネットの回線の問題とかもあるんだよただやりたいよなやりたいだまだできるよね、うん、そのもうちょっとギリギリでもできなくない、うん、でやっぱり俺割と最近毎月1か月先で会場を探したりしてたんだけど、うん、もうちょっとどんどん埋まってっちゃうから、うん、もっと早くしないとね今もう7月の会場とか6月の会場を抑えにかかってるんだけど、うんうん やっぱなるほどねうそうかそうかなので今年、うん、本当は今年の下半期さ、うん、ガンガン地方でやろうっていう話をしてたじゃない、うん、だけどなんかいろんなリスクを考えた時に俺たちが息切れしてしまうよりは、うん、今年は一旦都内で頑張らさせてもらって力を蓄えて来年以降落ち着いた頃にね,ねまた地方行けたらいいなって。 っていうまたやっぱゲストが来るとこんなに広がるんだっていうのも分かったし場所も大事だけど中身をもっとどんどん面白くしていくっていうのもね、うん、そうだねあと配信のクオリティ上げるとかあって、うん、でもいいかもしれないな今月もまあ基本的には緊急事態宣言の中なので、うん、お客さんを集めての開催難しいと思いますので、うん、1か月はもう緊急事態宣言だから、うん、会場を借りれるのかね、うん、そもそもねも あるよね一応今のところは特に連絡来てないけどそれも含めてどういうふうにできるかまあ基本配信の開催にはなると思いますがんかこっから6月まで全部配信になったらささすがにその投資を持ってる人とかさこれからずっと来てくれるとかチケット買ってくれた人のためにもさ1回ぐらいんかさ無料開催とかやりたいけどねどっか会場からねしゃるだけのやつとかやったらね 皆のたためにみいな会えるようになった暁にはねそれやりましょうなので基本今回は配信すると思うので配信ならと思ってた方はぜひよかったらチケット買ってくださいそうしてくれいそうだな服部さんとか連れてきたいなねん。服部さんいいんだよな服部さんなんかさっきタイムラインにねっ聞いててくれて嬉しいな服部さんとミュージックビデオの話とかしたいなうん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 はい 曲きましょうか,ましょうか4局目はですね「<い>着物図でスターズ」。<laughs> 最近の曲短いから <laughs> はい、はい、聞いていただきましたのは、えー、とさっき「きものズって言っちゃったけど「きもの図」ね「きものねベスターズでしたはい、はい、そう札幌のよさこいがも中止が決定ということで、うん、ただやっぱりあの僕があの手伝ってるお手伝いしてるコーチの方ももう、うん、今日明日たでなんかいろいろんかまた進展があるんじゃないかみたいな8月のイベントなんだけど、うんうん そのメンバー募集がだいたいこの4月の末から始まってっ5月、うん、6月とは猛練習するから予想通りって、うん、そこができないと、ね、考えるとちょっと難しいね。う8月の時点でコロナが収まってるとかっていうだけではなかなか難しいのかもしれないね。ええまあなんとか開催できるといいなとは思っております。はい、うん。なもんか今日は。うん。そうです、ね。じゃそんなところで告知デラックスの告知一応もう一回この放送今聞きながらチケットの手続きしてくれると嬉しいな行きたいと思ってる人でも。はい。 僕らの話を聞きたいと思ってる人はねできない話ありますからねその投げ銭のシステムの話とか数字を出しますから僕は4月の25日土曜日です今月は4月の25日の土曜日にエジデラックス2 2か今回12です22を開催いたします緊急事態宣言も出ましたので今回は配信での開催という形になりまして決定これ えと決定であなるほどはい配信ですねすいませんね投資家の方早めに分かってた方がいいと思うので,うで、ね、えと配信で開催をしようと思います、うん、で、えーとまあ、会場が借りられるのかどうかっていうのもそもそもの問題もあるので、うん、一応そこは、えー、と実際に会場に行ってやれれば会場に行ってやりますし、うんえー、やれないようであれば、うん、ちょっと場所を考えてやります まあ一応僕らとしてはその前々回前回と少しずつ配信のクオリティはを上げてってるので、うん、そこはもっとさらに良くなるというのはちょっとしておきたいスタッフが確保できるかってのはあるんなうだ、ね、スタッフにも無理強いはできないからね、うん、まあとはいえ僕ら二人でもできるようにはするよ、うん、大丈夫機材はいっぱい使い方を覚えた、うん、新しくなので、えー、ぜひ、はい、チケットを AGDX2222. うんえー、peatix.com、うん、に、うん、えと行けばチケットが買えるようになってますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたしますはい今のところそれだけですかねやついフェスの告知今してもなんだかとても心もとないな <laughs> やついフェス一応あれ俺やついフェス発表されてるっけ俺分からない <laughs> されてないからまんまあ出るよね <laughs> そりゃね、まあ、やるなら出ると思うんでうん えですが、エイジ・デラックスあって、レコーディングあって、いろんな、はい、まだでもね、曲とかいいお知らせ自体はあって、うん、あと、今週オンエアになるのも一個あるし、番組が。えいいお知らせ自体はいろいろできると思うので、頑張ってます。応援よろしくお願いします。はい、僕から心を離さないでいてくれるのが一番いいかな。そうですね、うん。一押しになりたい、あなた。うん、まだまだね、世間話してるだけでも楽しいですから、我々は。<laughs> ゲームしてーな。ゲームね。ゲームやろ。 この1ヶ月。何面白いゲーム今。なんかないかななんだろうね。今は動物の森じゃない世間的には。やんないでしょだって。やんないけど。俺は。もう、動物の森は俺からするともう労働だから、あれは。やっぱり。そうだね。株価ばっかり見ちゃうから。よくやつてけど。うん。だからまあまあもちろん動物の森もいいけど、なんか面白いゲームのおすすめあったら教えてください。ツイッターのメンションでもいいんで。そんなとこでございますかね、今日はね。はい。じゃあ、えっと、皆さんも気をつけてね。うん。 うちにいる人はあまり気がめいらないように何か工夫してください。はい。あのリスナー限定ですが何か相談があれば D.M でも何でも開放してますので。はい、えー。お待ちしてます。はい。お送りしましたのはラムライダーと松本でした。またね。バイバイ。さよなら。はい。というわけで、えー、緊急事態宣言が出ました。本日4月7日。はい、えー。放送終了後のポッドキャストゲ現代ふたトークです。はい、えー。まあなんかいろいろこう。 日本はこんな感じだねみたいなことを喋りつつメールテーマはこの未来予想っていうことでやってるんですがなんか今さやっぱりその無観客配信とかさ、うん、ライブのその。 僕ら,も僕らはまあその普通に有料でやりましたけど、うん、トークイベントだし、うん、今音楽が結構その配信でみんな頑張ってるじゃないですかでもやっぱさこういう状況だからみたいので、うん、こうある程度こう配信で盛り上がってる部分はあると思うんだけど、うん、多分これ長続きはしないよねやっぱりパソコンでやってる音楽を聴くというのはさうん、うん、ちょっと特殊なやっぱり状況だからっていうのもあって、うん、すごく。 エモい部部分分ももああるるるしと思うんだ、うん、俺も実際バッドホップのさ、うん、あの横浜アリーナの無観客配信とかも見たし、うん、特にあれはもう最初一番その最初のピークだったというかさ、うん、あの横浜アリーナ中心だったとかで昨日はモグラとかが中心になって日本のいろんなライブハウスがこうつながって。 そうそう自宅でやる、うん、デデ君とかもなんか自宅のベランダとかでやってて、うん、ああいうのも面白かったけど、うん、このままライブハウスがしばらくできないってなったら、うん、次の一手は何なんだろうなと思ってまして VR だっていう人もさっきお便りの中でもいましたけど、うん、どうなるんですかね松本君もっとしばらくライブ行ってないでしょそうだねこれからどうなるんだろうな1か月 1> うーんまあ 1か月どころの話じゃないだろうしなそうだねライ,ブライブみたいなものに関して特になんか、うん、一番軽く見られてるところもあるしさそうなんだよねああいうものってっまあ実際感染もしやすい環境だったりはあるんだろうけど、うんまあ、箱も潰れ始めてるしね,うん,ねうんだねウーバーイーツとかで働いたりするのかやっぱりそういう時どうしてもってなったら、うん、うわちょうどいいんじゃないかねその ややりたい時にやれる鈴木君とか確か312の、うん、時工事現場で働いてたと解体かなんかの現場であ,あそうなんだそのもちろん会社の仕事しながらだははははだからなんかそうかやっぱそういう受け皿にもこうやってその日雇いと日雇いという、まあ、日雇いだよねまあうばいっつって言ってみれば日雇いみたいなもんじゃないですか、うん、その場で、うん、あとなんか今さ、うん、あれもあるでしょなんか分単位で働ける1時間単位でで、うん、携帯で こうそうそうそう、うん、あれもさいやそれさすが成り立たねえだろうと思ったら俺が知った時にはすでに結構もう成り立ってたねどういうところでそれが行われてるんだなんかね棚卸整理とか荷物を倉庫で運ぶとかなんかディスプレイのだやっぱその,その場で説明されてできるようなものだと思うけどやっぱ内職みたいなこれを梱包してとかそういうのが多いみたいだけどねなるほどね 最悪バックレられても大丈夫なような感じでじゃないかだからその人が増えればもっと早く終わるみたいなものなんじゃないじゃないとだって募集する側だってそんな携帯で来てさてきてさ何やったらいいっすかみたいな感じでしょ超怖いよねちょっと見てみようあれどうやって成り立つんだろう思いつくのは分かるよそういうサービスをでもパッと考える限りもうクソ野郎しか来ない まあまあだって <laughs>、コマーシャルがその待ち合わせの空いた時間でみたいな感じだからさ、うん、これから遊ぶやつの空いた時間のテンションでできる仕事ってなかなか絞られるよなっていうのはやっぱ、うん、確かにそうだね、やる側は、うん、その、なんだ、映画これから見る人が1時間ぐらいっつって、何頼めるんだろうっていうのは不思議だね、うんうん、まあそれがいくら払うのか分かんないけど、うん、まあいろいろ新しい仕事がね、うん、できてますけどね。そうだ、ん、ね。とにかくみんなその死なないようにだけしてほしいな、今は。 うんうんうん松本君もね、うん、あのやっぱコ,コロナで死ぬのはちょっと面白くないからそうですかねいやきついらしいよ本当にあでもなんか軽症で済んだ人も結構しんどい,い、ね、軽症の人で39度が4日続くとか5日続く節々がうん当たくて、うん、ああ見たのは人工呼吸器みたいなやつ、うん、入れるのめっちゃえずくぜあれあそうなんだでなんかその嗅覚とか が,が回復しなないい場合もあるみたいな味と匂いが分かんないまま、うん、それはすぐ俺が殺してあげるホ <laughs> <や> <laughs> 本当に解釈お願いしたよそうだね、うん、治ってからしばらくしたら多分治るんだと思うけど、うん、確かにねそれで確かめるしかないもんね、まあ、味でもう味のない世界なんて、うん、そうだね痩せちゃうだって味のない世界で <laughs>、うん、天井なんか食ったらただの下剤だからねホにお腹壊すだけみたいな <laughs> うん そうだね。いや、そういう意味でもやっぱかからないようにしたい。味がわかんなくなるの嫌だから。そうだね。みんな気をつけようね。うん。まあいい時間だ。こんなとこですかね、今日はね。はい。えー、皆さんも、えー、お気をつけください。はい。お送りしましたのは、ランムライダーと松本でした。また来週。